表悠筆は江戸幕府の職制の一つ。幕府の書記としての役目を務めた。奥悠筆とは対となる存在である。若年寄り支配。もともと江戸幕府には悠筆の職が存在して将軍の側近としておうち書き、宝書の執筆や発都上書などを行い、また老中などの指示に従って公文書などの作成などを担当していた。 徳川家康の時代に、室町幕府の諸殺令を知る者を勇筆に任じて、維新数でや林羅山んだ家康側近の学識の下で文章作成のことを司さどらせていた。後に、徳川綱吉が将軍になると、立林藩主時代の勇筆を江戸城に連れてきて、従来の勇筆に代わって自己の機密のことを関与させた。このため、 従来の優筆は表優筆と呼ばれ、新しい優筆は奥優筆と呼ばれて職務が分割され、将軍身辺に関わる重要な職務は奥優筆の管轄となった。その後、奥優筆に空席ができた際には、表優筆から公認を選ぶ慣令が成立して、両者の職所の住み分けが図られるようになった。このため、表勇筆は単なる幕府の初期役に過ぎなくなり、 老中法書や幕府日記、衆院上、長、物の作成、幕府から全国に反布する、触れ書きの上書、大名の文言帳や、旗本ら幕臣の名簿管理の業務に限定されるようになった。表有筆は、定員2.3名の組頭と30名前後の表有筆から構成されていた。ありがとうございます。